中国政府菅官房長官に日中関係の改善を要求。本日中国外務省の報道官が記者会見にて自民党総裁に選出された菅官房長官に対し次のような発言をいたしました。日本の新たな党指導者とともに感染症との戦いや経済社会の発展に関する協力を深め日中関係の継続的な改善と 発展をお勧めたいとなっておりまので、まあ、そういった関係改善とは真逆の行為を中国側は尖閣諸島などにおいて展開してしまっておりますので中国政府には日中関係の改善を望むのであればまずは尖閣諸島における侵略行為を ただちにやめていただき、尖閣諸島は日本のものであると明言し、さらに香港や台湾、南シナ海、ウイグル、チベット、モンゴル、インドなどに対する侵略行為を停止していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。